こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。レーダ照射問題で、その存在が知られるようになった PH 哨戒機。海上自衛隊が誇る空の監視役です。海上はもちろんですが、海底でも、その監視は、群を抜く哨戒機の性能を持っています。PH 哨戒機の落下事故が起きてしまった。どんな小さな問題でも、対応することが非常に大事な世の中になっています。では今回、どんな落下事故が起きたのか、詳しく見ていきますね。2020年8月19日、海上自衛隊の鹿屋航空基地では、所属の P1 哨戒機が、飛行中に部品が落下させた可能性があることを公表し、原因の特定と今後の事故防止対策を進めるとしたと報じられた。今回飛行中に落下したとみられるのは、左側の翼のネジを固定する部品の、一つのワッシャーとされ、一つ一つの重さは 0.5g ほどにしか過ぎない。小さなものだが、飛行後の点検で判明したという。鹿屋航空基地に所属する P1 哨戒機としては、初めての出来事だが、今年に入り、厚木基地所属の同機は、2月と3月にも 1g 程度の非常に、小さな部品ではあるが、飛行中に落下した模様と報じられていた。幸いなことに、いずれのケースでも、非常に小さな重量の軽い部品であり、落下による物理的な被害は考えづらいものの、国産の最新の対戦哨戒機であるだけに、他の不具合がないのか、究明が待たれる。P1 哨戒機は2013年に配備、運用が始められた国産の対戦哨戒機で、防衛省と川崎重工が共同で開発した機体であり、海上自衛隊では、それまでの P3C 哨戒機の更新用に約70機の調達が見込まれている。2020年3月時点では、P1 哨戒機の配備数は24機だが、随時 P3C 哨戒機の退役に伴う更新が進められている最中で、航続距離や連続飛行可能時間の増加で約80機あったものを10機少ない状態とする予定だ。P1 哨戒機は、その名が示す通り、対戦哨戒任務を担う機体だが、旧型の P3C 哨戒機と同様に、機首の下にウェポンウェイを備えており、対潜攻撃用の魚雷などを搭載することも可能となっている。また、P1 哨戒機は、主翼の下に合計8箇所のハードポイントも備え、これに関しては、旧型の P3C 哨戒機が4箇所であったことと比較すれば実に2倍となっており、空対艦や空対地のミサイル運用も可能だ。ことに P1 哨戒機において注目されているのはこの空対艦ミサイルであり、すでに海上自衛隊の艦艇用の兵装として採用されているミサイル、17式艦対艦誘導弾をもとに航空機用に改めたものが開発中となっている。17式艦対艦誘導弾は SSM-2 とも呼ばれているミサイルで、こちらの元となったのは
陸上自衛隊が採用している12式地対艦誘導弾であり、2012年から調達が始められたミサイルとなっている。P-1 哨戒機が兵装とする17式艦対艦誘導弾を元にした新型の空対艦ミサイルは、2022年度までの実用化が見込まれており、一部では、その有効射程距離は300キロから400キロに達するとも言われ、注目を集めている。どちらかといえば、日本国外の軍事メディアの方が、この新型の空対艦ミサイルについて注目している様子で、イギリスのジェーン島でも P-1 哨戒機がこれを実装するテストを始めていることを報じている。日本としては P-1 哨戒機が射程400キロの新型の空対艦ミサイルを実装可能となれば、尖閣諸島をはじめとする中国軍と対峙する最前線である南西方面での抑止力の増加に期待を寄せるものだった。しかし、ロシアや中国の地対空ミサイルの射程距離はこの間にも増加の一途をたどり、トルコが導入したことでアメリカの怒りに触れた。ロシア製の S-400 地対空ミサイルはすでに400キロの射程とも言われている。さらに、新型のロシア製の S-500 地対空ミサイルは、探知可能な距離なら、約800キロであり、射程距離自体も600キロを超えていると伝えられ、P-1 哨戒機用の新型の空対艦ミサイルも、一層の長射程化が、必須と言えるだろう。こうした敵の地対空ミサイルの射程距離の増加は、航空自衛隊の F2 戦闘機搭載用に2017年に開発完了とはなったものの、射程距離が200キロと短く、実際の配備には至らなかった ASM-3 空対艦ミサイルの鉄を彷彿とさせる。これは F2 戦闘機に搭載して敵の射程距離外からスタンドオフ攻撃を行うつもりで開発した ASM-3 空対艦ミサイルが、完成後には実用に耐えられないと判断されてしまった大きな失敗例だ。このため ASM-3 空対艦ミサイルは改良型を速度マッハ3以上、射程距離400キロ以上を掲げて再度開発する方針であると打ち出されているものの、正直そのスペックでは有効な兵器とはなり得ないかもしれない。こうした状況もある中で、2019年3月の防衛大臣の会見で ASM-3 空対艦ミサイルの改良型はこれから順次退役を迎えていく。 F2 戦闘機だけでなく、その後継機への搭載も考慮したものになるとコメントされた。しかし、後継機はこれから開発する新型のステルス戦闘機と輸送されるが、 ASM-3 空対艦ミサイルが改良型となるとはいえ、ステルス性能を維持できるようにウェポンベイに収容できるかといえば厳しいだろう。そうなると、ステルス性を犠牲にしてまで新型戦闘機に ASM-3 空対艦ミサイルの改良型を搭載することが有効かどうかも問題になると思われ、日本としては
難しい決断を迫られると言えそうだ。